みんないい？今日の相手は6位の城西高校。絶対勝つわよ。ウィンターカップ当選、青林高校対城西高校の試合を始めます。持ちすぎるな鏡。鏡顔怖いぞ。楽しんでこうぜな。おお、やってるな。青林にはきつい相手かもしれん。これぶっ壊すくらい叩き込んでやる。くらえ。冷えた頭でするこっちゃねえだろ。けど任せな。くそっこら。勝つのは。その全員が10年に1人と言われる天才、奇跡の世代。彼らが聞いたのは扉の音。すごい。化け物が出てくんは荒れるで。この先は勝てばウィンターカップの出場が確定し、負ければ大きく遠ざかる。決勝リーグ最注目カードだ。敗北の恐怖を知った人間は勝利に飢える。奴らに勝つ。今の俺にはそれしか考えられん。鏡。ための長いシュート、俺がいる限りそうそう打てると思うなよ。無駄だ。新技を身につけるなり何か変化があると思ってたのに。お前が飛べなくなるまで打てばいいだけの話だ。つまり根比べってことかよ。何を考えてる。この嫌な感じは何だ。行かせねえよ。しまった。まだだ。緑間が一瞬早い。ボール生きてる。走れ。よし。まただ。止め。そうはさせん。黒子の感じていた違和感はこれか。緑間が一人で戦うことをやめ、真にチームとして一つになった習得。確かにこの状況はしんどい。だがただのピンチだ。楽しんでこうぜ。まあ、とりあえず黒子は引っ込めるか。どんまい、新米。伊月黙れ。まあ、やっぱり始まっちゃってる。黒子っちと緑マッチの試合見に来たんすか。キイちゃん。そうだ、一緒にどうすか。ん？なかなか面白いことになってるっすよ。あっという間に攻め込んできた。ハイペースの点取り合戦がうちの真骨頂なのよ。
待ちきれねえ。早く後半始まってくれ。鉄兵が戻ってきたとはいえ、やはりここから先は厳しいわね。勝機を作れるとしたら、フロコ君の新ドライブ。よっしゃ、行くぜ。外すなよ。監督。え？今ならいけると思います。やっと出てきたか。待ってたぜ、クロコ。面白い。よし。最終クォーターっすね。もらいだ。ナイス。決まったからいいけどな。これがセイリンバスケットボールの完成形か。限界などとうの昔に超えている。そういうことかよ。けどな、負けられっか。僕が終わらないでほしいな。クロコ！楽しんでこうぜ、デス。同点！まず同点だ！ウィンターカップに引き分けはねえ。冬には白黒つけようぜ。いい試合だったね。